今回はボクシングで大番狂わせを起こし予想を覆しカマセイヌが勝利した試合7戦をご紹介します。マニーパッキョー VS マルコ・アントニオ・バレラ。まず紹介するのはマニーパッキョー VS マルコ・アントニオ・バレラの一戦です。6階級制覇王者のマニーパッキョー、今では歴代ボクサーの中でも圧倒的な実績を誇る名チャンピオンですが、現在の地位を初めから持っていたわけではありません。パッキャオが世界に名を轟かせたきっかけとなったのがマルコ・アントニオ・バレラとの試合でした。バレラは世界3階級制覇王者、童顔の暗殺者の異名を持つメキシコの英雄で、ディフェンス技術と基礎能力が桁違いに高い選手です。これまでファンマヌエル・マルケスやエリック・モラレスを下しており、当時無敗街道を突っ走っていた最強ボクサーナジーム・ハメドを12回判定勝ちで勝利したりと、多くの強敵と死闘を繰り広げていたバレラ。一方のパッキャオは鋭い踏み込みから繰り出される圧倒的な破壊力を持つパンチや超人離れした連打を武器とするレジェンドボクサーです。そんなパッキャオは16歳1ヶ月ライトフライ級でプロデビューしました。しかしデビュー戦のファイトマネーはわずか2ドル。体も小さく細身の体型で現在の姿とはまるで違いますが、もともとパンチ力はあり、22歳でチャンピオンになるほどの実力を持っていました。そんな中パッキャオの転機が訪れたのは、一気に3階級もの階級を上げたことや名トレーナーフレディ・ローチと出会ってからです。ここからパッキャオの強さは常人離れしていくことに。そしてパッキャオの出世試合となったバレラとの一戦、試合前の下馬評は4対1とバレラが圧倒的でした。当時パッキャオはかなり強かったのですが、世間的に知名度がなく、フィリピンのボクサーに興味を持っている人は少なかったそうです。試合が始まるとサウスポーのパッキャオにジャブをつくバレラ、すると左の内終わりに足が絡まりパッキャオはダウン。明らかにスリップでしたが、会場の雰囲気もあってかダウンと判断されてしまいます。そして3ラウンド中盤、ガードを固めるバレラに対し外側からフックやボディを当てていくパッキャオ、その後すぐに離れてを繰り返しバレラを徐々に追い詰めていきます。すると終盤パッキャオは強力なボディをまとめて当てていくと、バレラの表情に余裕がなくなってきました。その後4ラウンド5ラウンドとパッキャオの勢いは止まりません。バレラはパッキャオのスピードと回転力についていけず、下馬評を覆すパッキャオ優勢の試合展開に。そして迎えた11ラウンド残り1分、ロープ際でパッキャオはショートの左を放つとバレラは大きくふらつきます。さらにパッキャオの追撃でバレラはついにダウン。なんとか立ち上がったものの、パッキャオの追撃の連打は止まりません。するとこれ以上身が持たないと思ったのか、バレラのセコンドが試合を止めに入り試合終了。まさかの展開に会場のボルテージは最高潮です。フィリピンの無名ボクサーがボクシング大国メキシコの英雄であるバレラ相手に大金星を挙げる試合となりました。ここからパッキャオの快進撃は止まらず、エリック・モラレスやファン・マヌエル・マルケス、オスカー・デラ・ホーヤ、そしてフロイド・メイウェザーと世界最高峰のボクサーと対戦し、レジェンドボクサーへと成り上がっていきました。マイク・タイソン VS ジェームス・ダグラス。続いてはマイク・タイソン VS ジェームス・ダグラスとの試合です。タイソンは圧倒的なパンチの強さを誇るヘビー級ボクサー、体感衝撃度2トンと化け物です。そんなタイソンの全盛期は負ける姿が想像できませんでした。タイソンの強さはパンチだけではなく、スピードフットワークはもちろん腰の使い方が非常にうまい選手です。驚くほど体幹が優れており、どんな体勢からでもビッグパンチを放てます。そんなタイソンが日本で行った試合の対戦相手がジェームス・ダグラスです。もちろん世界中がタイソンの KO 勝利を確信していました。ラスベガスのミラージュの賭け率は42対1でタイソン勝利、逆にダグラスにかけていれば大儲けです。当時タイソン陣営はダグラスに全く興味はなく、調整試合と考えていました。しかし試合が始まるとダグラスは決して弱くはありませんでした。リーチを生かしたジャブや洗練されたディフェンス技術だけではなく、この試合にかける思いがタイソンよりはるかに強かったダグラス、試合後に後遺症が残るかもしれない命を懸けるほどの覚悟があったに違いありません。そんなダグラスが負けられない理由が最愛の母親の死でした。周りからはタイソンに勝てるわけがないと嘲笑されていたダグラス、しかしダグラスの母親だけは、私の息子は必ず勝つと言い返していたそうです。そして信じてくれた母親のために必ず勝つとダグラスは決意します。一方タイソンの私生活はかなりひどかったそうです。全ての元凶は死であるガス玉との死、そしてドン・キングとの出会いでした。ドン・キングはボクシングのプロモーターで金儲けが大好きだったそうです。
そしてボクサーを利用し金を稼ぎまくり、選手の人生を狂わせてしまうことで有名だったドン・キング。タイソンを支え続けたカス玉とも、ドン・キングだけには近づくなと釘を刺していたとか。そんなタイソンはドン・キングの影響もあってか、試合開始数時間前まで女性と遊んでいたそうです。そして試合が始まると1ラウンドからダグラスのジャブが光ります。下馬評を裏切り、タイソンの一方的な試合ではありませんでした。そして8ラウンド、ダグラスに対してロープを背負い打たれ続けるタイソン。するとここでタイソンの渾身の右アッパーが炸裂し、ダグラスはダウン。しかしここで問題発生。なんとレフェリーが遅れてカウントを始め、そのおかげもありダグラスはなんとか立ち上がります。明らかにダウンしてから10秒以上経過していました。通常であれば10カウントですが、立ち上がったダグラスを見て、なんと試合を続行。そしてここでゴング。 KO を期待されたタイソンでしたが、残りのラウンドは動きにキレがありませんでした。そして迎えた10ラウンド、ダグラスのアッパーから左右の連打をもらったタイソンがまさかのダウン。なんとか必死に立ち上がりますが、ふらつくタイソンを見てレフェリーストップ。タイソンは初の黒星を喫しました。世紀の大番狂わせを見せたダグラス。リング上のインタビューでは泣きながら母親へ感謝の気持ちを伝えていました。レノックス・ルイス VS オリバー・マッコール。続いてはレノックス・ルイス VS オリバー・マッコールの一戦。レノックス・ルイスは生涯戦績44戦44勝32 KO のカナダ代表の選手です。またソウルオリンピックにも出場経験があり、スーパーヘビー級で金メダルを獲得するほどの実力を持っています。さらに強烈なパンチを持つルイスですが、丁寧なジャブも放ち、じっくりと試合を組み立てるアウトボクサーで、ワンツーのスピードが桁外れのかなり強いボクサーです。そんな中、 WBC ヘビー級タイトルマッチで4度目の防衛戦が行われます。対戦相手はオリバー・マッコール。戦績は74戦58勝37 KO 14敗と決して弱くはありません。マッコールは丁寧なジャブやキレのあるカウンターを武器としていました。しかし対戦相手は強敵レノックス・ルイス。誰もがルイス勝利だと確信していました。試合が始まると両者中距離からジャブを放ち様子見。やはりルイスのジャブが光ります。しかしマッコールの怖いところが得意のカウンターです。ルイスが打つパンチに的確にカウンターを合わせていきます。そして中盤、ルイスがマッコールの連打に見事なカウンターを放ちクリーンヒット。両者カウンターがうまく、いつ KO になってもおかしくありません。すると迎えた2ラウンド、高速のワンツーを放つルイス。これにマッコールの全体重を乗せた見事な右のカウンターがクリーンヒットし、ルイスはダウン。かろうじて立ち上がるルイスですが、レフェリーストップし試合終了です。喜びを爆発させるマッコール。実力はそこまで差はありませんでしたが、キャリアを考えると見事な大番狂わせとなった試合でした。まだ動画の途中ですが、この動画を見て面白いと思った方は忘れないうちにチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。石田信弘 VS ジェームス・カークランド。続いては石田信弘 VS ジェームス・カークランドの試合。カマセイヌとして呼ばれた日本人選手が奇跡を起こした試合です。石田信弘は元 WBA 暫定世界スーパーウェルター級王者。当時の石田は元チャンピオンとはいえ、年齢的にはキャリアの終盤を迎えていました。しかし支えてくれる家族のためにあと3ヶ月だけ続けようと、名トレーナーのルディエルナンデスを頼り海外で練習をしつつ、対戦相手を探していた石田。しかし無名の日本人かつ35歳だった石田はなかなか試合が決まらず、時間だけが過ぎていきました。そんな石田についに試合のオファーが訪れます。その対戦相手がジェームス・カークランド。当時の戦績なんと27戦全勝 24KO を誇り、ボクシングの本場アメリカ出身の選手です。また豊かな才能を持つハードパンチャーで、タイソンの再来などと言われていたカークランド。しかし素行がかなり悪く、刑務所に何度も出入りしたそうです。この時も出所したてだったそうで、調整相手に楽に勝てる相手として選ばれたのが石田でした。世間もカークランドがどう倒すかに注目が集まり、石田が勝つと予想していた人はほとんどいなかったでしょう。試合が始まると序盤からカークランドは石田に近づき、サウスポーから左の強打。やはりパワーでは圧倒的にカークランド優勢です。さらに前に出てくるカークランドでしたが、ここで衝撃が起こります。石田の右から左を返したワンツーがカークランドの顎にクリーンヒット。カークランドは前のめりにダウンし、予想だにしない展開に会場のボルテージはマックスです。その後追い詰める石田はストレートを中心にパンチを放ち、カークランドを追い詰めます。
そしてまたもやカークランドのダウン。力を振り絞りなんとか立ち上がったカークランド。しかし1ラウンド1分52秒。ここにしかないと決めた石田がパンチ連打を放ち3度目のダウンを奪い試合終了となりました。石田はまさかの TKO 勝利。この試合はアメリカで有名なボクシング雑誌でその年最も大番狂わせを起こした試合としてアップセットオブザイヤーに輝きました。会場から出た石田は現地のボクシングファンから囲まれヒーローとして称えられます。いかなる時でも石田を支え続けた奥さんはその光景を遠くから誇らしげに見つめていたとか。ローマン・ゴンザレス VS シーサケット・ソウ。続いてはローマン・ゴンザレス VS シーサケット・ソウの一戦です。1987年ニカラグア出身のローマン・ゴンザレス、通称ロマゴン。日本では井上尚弥との対戦が熱望されていたこともあります。そんなロマゴンは10歳からボクシングを始め、アマチュアの戦績は驚異の87戦全勝の天才です。そしてプロデビューから21戦全勝のまま WBA 世界ミニマム級王座に輝き、それを3度防衛して今度は階級を1つ上げ、ライトフライ級のフランシスコ・ロサスと暫定王座をかけ挑戦。これに勝利し、ロマゴンはデビュー以来なんと無敗のまま2階級制覇の王者となりました。その後ロマゴンはフライ級、スーパーフライ級と階級を上げて4階級制覇で46戦46勝の驚異の記録を持ったままシーサケット戦を迎えることに。誰もがロマゴンの勝利を確信していました。一方1986年タイ生まれのシーサケットはここまでで46戦41勝4敗1引き分けとかなりの試合数をこなし、経験値は文句なし。試合は1ラウンド、シーサケットの右ボディがロマゴンを襲います。たまらず最初のダウンを喫したロマゴン。しかしシーサケットの大きな見せ場はこのラウンドで終わりでした。そこから試合は終始ロマゴンのペースに。6ラウンドでは左ボディでロマゴンが返し、そのまま判定にもつれ込みました。判定は誰もがロマゴンの勝利を確信していましたが、なんとシーサケットの勝利。会場はどよめき、シーサケットへのブーイングも巻き起こります。これは疑惑の判定となり物議を醸しました。そしてその後両者は半年ぶりに再戦します。シーサケットにとっては KO 勝利で前回の疑惑を晴らしたい大事な一戦でした。そして運命の3ラウンド、シーサケットのコンビネーションからロマゴンが崩れ落ちます。この連続する2戦でシーサケットはスターになり上がり、一夜で伝説を残しました。ジョシュ・ワーリントン VS マウリシオ・ララ。続いてはジョシュ・ワーリントン VS マウリシオ・ララの試合です。1990年イングランド出身のワーリントン、ここまで30戦30勝と無敗の素晴らしい記録を持っていました。イギリスのボクシング専門誌でも無敗の王者トップ10にランクインしている絶対王者です。対するララは1998年メキシコ生まれ、プロデビューは2015年10月10日で、初戦はフリオ・カラビーノに敗北。そこから24戦22勝と素晴らしい成績ですが、対戦相手が地元メキシカ人ばかりでは国外でのネームバリューが弱かったララ。またノーランカーで実力に疑問を持つ人が大勢いました。試合開始後いきなりワーリントンが攻め、ララをコーナーに追い詰めます。しかしララも負けじと反撃。ワーリントンはさすがのコンビネーションでロープ際に追い詰められたものの、コンビネーションをうまく使い逃げ切ります。その後もかなりの接近戦となり、ワーリントンの大ぶりなフックが当たればララは耐えきれないでしょう。そして4ラウンド、ララが強烈な左ボディをヒットし続けてガードが下がったところにアッパー。しかしそれは防がれ、すかさず右ボディを放ちます。その後お互い左フックを放ちますが、先にヒットさせたのはララ。するとワーリントンはふらつき、絶好のチャンスと言わんばかりにララが攻めますが、クリンチに逃げるワーリントン。するとララの左フックが見事クリーンヒットし、ワーリントンはダウン。4ラウンド残りわずか、ララの猛攻撃です。フラフラのワーリントンですが、なんとかゴングに救われます。そして5ラウンドゴング開始と同時にお互い激しい打ち合いに。クリンチせずとにかく打ち合います。そして9ラウンド、誰も予想しなかった番狂わせが起きます。右ストレートからの左フックを放つララ、チャンスと言わんばかりに得意の左フックを連発させダウン。ワーリントンは立ち上がれず一夜でスターとなりました。赤井秀和 VS 大和田正治。最後に紹介するのは赤井秀和 VS 大和田正治の一戦です。赤井秀和は地元大阪で赤井の名を知らぬ者がいないほどの暴れん坊でした。同世代に同じく喧嘩が強いと言われていた前田明も有名です。またお笑い芸人として活躍するトミーズマサさんも
元プロボクサーで赤井と交流があります。当時赤井とスパーリングをしたマサさんは、ジャブがコンボみたいだった、こいつには勝てないと思ったとか。そんな赤井は好戦的なファイトスタイルから、何話のロッキーのニックネームで呼ばれ、 KO 連発で快進撃を見せていました。またユーモアがあり、トークセンスも抜群で人気も絶頂だった赤井。さらに当時の日本記録であるデビュー以来12試合連続 KO 勝ちという快挙を成し遂げ、強打を武器に世界タイトル獲得も相当多くないと言われるほどのボクサーでした。しかし期待されていた世界戦では、粘り強いカリーにまさかの敗戦。赤井は引退も視野に入れますが、このままでは終われないと再起を決意します。その後世界戦に向けて試合を次々とこなしていきました。一方、褐色の肌にスキンヘッドで黒ひげというその風貌から、和製ハグラーと呼ばれていた大和田正治。 KO 率は高いですが、11敗中 KO 負けが9回とやや打たれ弱い選手。人気実力ともに赤井の方が圧倒的に有利で、下馬評も歴然の差でした。またリングに戻ってきた赤井はスキルを磨き、圧倒的な強さを見せており5連勝中。そして2度目の世界タイトル挑戦が決まっていた赤井、その前哨戦として大和田正治とノンタイトル10回戦に挑むことに。当時赤井の世界戦までに弾みをつけるためのカマセイヌだと見られていた大和田。試合が始まると、大和田はガンガン強打を振り回し、攻めまくる赤井をうまくかわしながらリードジャブを放ちます。そして3ラウンド、大和田のタイミングの合ってきたカウンターが次々と赤井にヒットし始め、ついに4ラウンドでは至近距離からの強烈な右ストレートで赤井がダウン。なんとか立ち上がるも足元がふらつく赤井。そして迎えた7ラウンド、大和田の左フックからの左ストレートで赤井は力尽きます。下馬評を覆した大和田陣営は大喜びです。強敵赤井に立ち向かい、自分を奮い立たせながら冷静に攻め立て、見事大番狂わせを起こしました。いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にも知っていることがあればコメントや高評価で教えてください。ご視聴ありがとうございました。